委員長三木徹さん。はい。えー、自由民主党の三木徹でございます。今日はあの三人の参考人の方々には大変貴重なお話をいただきまして、本当にありがとうございました。えー、っと、私の方から、えー、まずはじめに、三人の皆様方にそれぞれお聞きしたいと思います。あのカーボンニュートラルをこれから日本が進めていくためには、やはりこの。 特定の人、特定の地域だけ頑張っても、なかなかこれ実現できないものですから、やはり日本全体として動いていくという、こういうあの動きというものが必ず必要になってくると思います。えー、まあ,あの、そういった意味で、太、えー、田市を話していただいたような、真庭市のような好事例というのは、全国、かなり今、出てきているところでございますけれども、これはあの横展開というかあの、いろんなところが真似して、あるいはあの地元、地元なりの工夫を 付け加えて、その地域なりのその脱炭素の取り組みをやっていくということも非常に重要になってくると思います。あの脱炭素、えー、先行地域の選定っていうのはおそらくそういう狙いもあってやってるところがあると思うんですけれども、このような工事例っていうものをこう全国的に横展開させる方策これについてアイデアがあれば聞かせていただきたいというのが一つと、もう一つ。えー 今単独の地域でやってるところをございましてあの横あのまあ隣接する複数の自治体でやってるという事例はあまり今のところ出てきてないんですがあの場合によってはそのコストの面からあるいは、えー、地域の事情から あの複数の自治体で連携してやっていくということも、これから考えていくべきではないかというふうに思いますけれども、その地域間連携について、もしお考えがあれば、3人の方それぞれにお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします太田参考人。委員長 あのまずあの、どういうふうに展開できるか、広がるかということのご質問ですが、あの私は一つはあの、今まで好事例のその情報を出していく、どんどん出していく、で私どもも実態として、もう本当にあの、えー、その隠すことなく出しますし、まあ、この辺はそは一定、環境省が集めたものをです、ね、また出していくというような、そういう情報提供、でもう一つは、やはりあの技術。 で、えー、実は生ごみの関係ですね、私ども九州で先行しているところが、まあ、あ失敗もしながら苦労してされている、そこからも事実いただいてます、で、えー、なかなか小さな実態で、ですねそういう技術をその持ってというのは難しいございますから、これもその主体性は実施主体がも実施するところは持ちながら、国なり民間なり、ですねそういうところの技術提供ですね、あるいは 大学とかですね、えー、そういうような仕組みというかあが必要だろうというのが2点でありますそれからあ自治体の連携ですけども本当に大事なことだと思いますがあなかなかですね 正直言って、自治体同士が、えー、違うとですね、しにくい、でそういう意味では私はあ、休暇町村を合併したマニュアルの場合ですね、まあ、合併についてはいろいろプラスマイナスあります、しかし、合併して1つになってるからできてるという、ですねあの例えばあ、バイマス発電の材料を集めるのもですね、 一つのの自治体だかかから森林組合がバラバララであありりまますすととなかなか足み揃いにくいうもただ、この連携については、やりそれぞれの地域はですね、首長同士あるいは住民がまとまっていくですね、そういう、これはかなり自主的にやらないと、国が行ったからどうというわけではないし、県が行ったからどうというわけではないというふうに思います。ただ、なんかもうちょっと連携しやすいですね、そのインセンティブを与えるようなことはあっていいのかなというふうに思っております以上です。 山下参考人まず1点目ですね、好事例を横展開していくところで、これは我々もずっと15年が悩んでいるところではございますが、あのプレゼンで申し上げた、1つはデータベース化、仕組み化してあげることというのがやはり重要だと思っています、いい事例が集まってきたところで、それが公開されれば、ですねなかなかノウハウがないであったり、事例がないところでもできますので、それを国レベルだとか、都道府県レベル、ブロックレベルで作っていくということは非常に重要になってくると思います。 一方で私も今までいろんな自治体さんと仕事をしてきてもです、ね、やはり3年間で担当が交代してしまってです、ね、エネルギーっても結構難しいところもありますので、そういったところで地形がどんどんまたゼロに戻ってしまうというところもあって、そういう意味ではエネルギーに関しては専門的な職員を育てることであったり、先行地域ではやはりエネルギーの対策室みたいなものを作っているところが多いですので、そういったところを増やしていくことは重要かと思っております。 また大学でもです、ね、市議会等で技術の先生をよく座長に据えているんですけれども、むしろこれから社会医学であったり、地域づくりであったり、そういった方をぜひ委員に入れたりです、ね、エネルギーのところでもぜひ関わっていただくということは重要じゃないかと思っております。えと地域間連携についてはです、ね、あ成功地域でもまだ1つか2つしか事例なかったと思いますので、おっしゃるとり、これから増やしていくこと、非常に重要だと思っています。 離れているところでも、やはりエネルギーを売るところと買うところでつながることもありますので、そういった形での少し離れたところで、いわゆるオフサイト PPA といわれるようなものをしっかり連携していくことも重要ではないかと思っております。以上です参考にはい ありがとうございますあのおっしゃる通り、モデル事業というか、まあ、そうさまざまな温暖化対策の地域の取り組みというのは、もう本当に10年以上前からあって、実は私も前職の時に、えー、環境省のモデル事業を支援するような立場で働いていたんですが、当時からマニア市さんのさまざま、市の中でやっているあの地域の取り組みの支援とかをしていた経験があります。で、まあ、やっているところはもう当時 からずっとやっていて、まあ、もう同じような名前が今もあの上がり続けるというような現状が続いていてなかなかあの横展開というかそれが面的に広がっていかないというのが、えー、昔も今も大きな課題になっていると思っていますでやはりあの大きなその政策的な仕組みというのがまあ変わっていかないことにはなかなかあの他の地域での波及というのは進まないのではないかと思っています。モデル事業で この地域にお金がついたとしてもそれだけではやはり進まないので例えばそのカーボンプライシングのような形のものをしっかり導入していくということで、まあ、やればやるほどその地域の中できちんと経済が循環し、えー、再エネ事業があのまあ 潤い雇用が増えていくというような形での,あの事例ができると、まあ、横展開につながっていくのではないかなと思います、でもう一つはやはり山下さんおっしゃるとおりあの、基本的には人がすごく重要でして、えー、人材を育成するっていうことにしっかり力を入れていくということは、もう不可欠ではないかと思っていいますす以上です徹さん、はい、ありがとうございます。 あのもうざくっとこう皆さん共通しているところをまとめるとやっぱりあのその地域でその取り組みというのがしっかりと理解されそしてあのその取り組みにしっかりあのついていくことによってあの目に見える形の恩恵があるということえそういうことがまああの一つのまあいわばあの山下さんここに言われたようなあのまあモデルというかあの真似をしやすい形。 っていうものを作られて、それをまあ当てはめていくというような。形がまあ一番早いんじゃないかというふうなことであろうかと思ってます。あの非常にいい意見を聞かせていただいたと思います。あのもう一つですね、あの。今回あの法案で脱炭素、えー、脱炭素化支援機構、これがあのまああの資金面でも、サポートしていくという。まあ一つの大きな目玉ございますけれども、あのよくこの。 炭素中立社会にイノベーションの推進が重要だということを言われます。確かにそれはあもちろんそうなんですが、あのただあのこの10年がやはりこのカーボンニュートラルにとって非常に。 重要な10年であるということを考えますと、イノベーションがどこまで進むのかという、その先はなかなか見通せないところはあります。えまあ、そう考えますと、やっぱりあの今ある技術、えー、とかあの、今ある手法というもの、これをあの強化したり、あるいは、えー、広げていったり、加速していったり、こういうことも非常に重要だというふうに考えます。まあ、あのそうういいった意味であの脱化脱素化支援機構とのはあの 新しいイノベーションだけじゃなくて、今ある技術を活用した事業っていうものに対しても資金供給を行って、資金の流れを作っていくというのも、一つの,あの大きな私は役割ではないかというふうに考えてますけれども、この,あの脱炭素化支援機構に対して、皆さん方、期待するような役割というものをお考えありましたら、お聞かせいただきたいと思います。あ3人 太田参考人委員長、あの私ぜひですね、例えばその燃焼炉の効率をさらに良くするとかですね、で、その今私どものバイオマス発電所1キロワットで、えー、製造原価26、7円かかってるかなと、でフィット精度があるから。 成り立ってるんですけどもでその木をその切って運んでチップ化してそしてそれを燃焼炉に入れて燃焼させてというですねべての過程で,できるかとということなんですでそういう意味ではその燃焼炉の効率ですねまだまだリフできるだろうということそれから実はチッパーですね私どものところ1億円ぐらいのチッパー持ってるんですけども輸入なんです。 で某日本の,大その工作機械メーカーの会長に来てもらったんですけども作れるけども需要がないからそんな大きいものを売れないとでその需要ができればチッパーも国産になって企業も潤うしそしてまたそのこちらも安く買えるというだからあらゆるところでですねその個層カットを図るようなですねことが大切かなと。 ということで、それにまあこういう資金がですね使われればいいんじゃないかと思っています山下おっしゃっていただいたように、今あるものを広げること、非常に重要ですので、まあ、今あるものをプラス一歩進めたものというのをぜひ、今回、支援していただければと思っております。でプレゼンでも申し上げたような太陽光プラス自然強制みたいなものは、今までの固定価格買取制度ですとか、入札なんかでは、システム単体をいかに安くするかという話でしたので。 そうういいったものは想定されてないと思うんですねで自然矯正をしていくやっぱりコストがかかってきますのであのそういったところも含めて見ていただきたいということでそれから風力に関しますと例えば野鳥を、えー、識別するですね、えー、カメラと AI がついた機械っていうのはもう実用化されてるんですねでそういったものがあれば、えー、例えば野鳥が近づいてきた時に羽の動きをゆっくりにするということも技術的にはもうできますそういいいっったたものを使っていただいてだ まあそういったこと、今、事例があまりないので、評価されにくいと思うんですね、そういうことこそ、ぜひ支援していただければと思っておりますす以上でもい参考人。はいえーまあ、先生がおっしゃる通りあり、イノベーションで先の見えないものに投資をするよりも、今、ある技術の普及をしていくという視点が本当に大事だと思います。でこの気候にあの 期待することとしましまては今お二人が初めおっしゃられたことは共感しますしそれ以外のことで言いますと、えー、まあ期待することというかあのしっかりと まあチェックをしてもらいたいというのは例えばそのバイオマスなどでえまあこれからバイオマスも再生可能エネルギーとして普及されるという中で今あの本当にそれが地域にあの根ざしたバイオマスなのかどうか海外から安く調達するようなもので CO2 排出にも 排出削減にも寄与しないようなバイオマスではないものの普及が望まれるわけですけれども、まあ、こうしたことをしっかりとチェックしていく必要があるだろうというふうに思います三木徹さん。す,すいませんあの山下参考人その野鳥を を見つけて AI がなんかそのカメラがあのそのお前ぐらいに作動するというのを聞いて、実はあの関係ない話なんですけどあの長寿被害に使えるかなと <laughs> ちょっと不謹慎なことを思ってしまいましたけれども <laughs> ありがとうございますあのもう一点だけもう時間ないのでこれ太田さん個人にだけお聞きしたいと思いますけれどもあのーマヨマスとの あの町おこしで非常にあの成功されてますけれども、いろんな企業さんもあのその中にいろ,いろ参画していただいているというふうにお伺いしてます、あのこの多様な主体の参画っていうのは、やっぱり地域にとって非常に重要だと思うんですけれども、このお知恵、いただけましたら、そのあたり、お願いします。太田参考にあの私どどもも木材関係中心ですけどもおその 昔からお互いに商売ですから、対立もあるんですけども、山というその共通資産というか、そこに対するその認識が一致しているというのが非常に大きいと思います。と言いますのが、日本の山の境界確定、全国平均3割とか、ちょっとあの数字があんですけど、非常にその境界確定できてない。 で私ども合併、えー、休暇町村したんですけどもほぼ90%以上できててですね今95%ぐらいがでできてますそうすると伐採するにも山に行かなくてもですね えもう図面上でえその全部やれるという、非常に効率のいいことになっています、ですから時間はかかりますけども、なるべくその山の境界確定をです,ねえするような、今、国家予算、毎年固定化されてて、補正でちょっと上がるんですけどもね、そういうあたり、地元の努力と、県の金も入りますから、県の努力、そして国の方もそういう境界確定を、山の境界確定をするためを促進するというのが、長い意味で見て、本当に。 にだというふうふ思ってますそういうそのまとまりの良さをいかに地域がつくっていくかということが鍵かなと思っております、はい、青木愛さん。